激闘後の地球、平和な時は突如として打ち破られる。お前たち何者だ。レッドリボン軍、かつて悟空によって壊滅させられた世界最悪の軍隊だが、その意志は密かに生きていた。ピッコロはレッドリボン軍基地へと潜入するが、そこでまさかの最強兵器の存在を知るのだった。ファンをさらわれ、ついにご飯を立ち上がる。見せてくれ本当の力を。かつてない超絶バトルが始まる。果たして死闘の行方は。ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー。今から注目ポイントを紹介していくぞ。本作ではなんとご飯が大活躍のはずが、力の大会後は仕事に励み特訓もしていない様子。予告映像ではスーパーサイヤ人に、一体どんな動きを見せてくれるのか。そしてピッコロからも目が離せない。ついに覚醒した姿を見せてくれる。潜在能力解放という姿でなんと体の色が変化。どんな強さを秘めているのか。いつもだいたい悟空がものすごく活躍するんだけど、今回ご飯くんが頑張ってきたななんて思って。バトルシーンとドラマのシーンのバランスがすごくいいな、うん、前のクオリティがすごいですよ、うん、今回ね、全て見どころ。だからもうわずかなところでも見逃しちゃダメなんですよ。目を覚めるように来て見ててほしいです。続いての注目ポイントはこちら。ご飯たちに立ちはだかるレッドリボン軍の新たな強敵。演じるのは人気実力ともに最強レベルの声優陣。富山先生がね、監視で入られてる作品で入れるっていうことが本当に信じられなかったですね。レッドリボン軍であり、ドクターヘッドであるっていう、ドラゴンボールを知ってる人間であればもうワクワクしかないっていう、あ、これもうどっからどう見ても鳥山明キャラだなっていう、キャラクターを任せていただけるっていうのはすごいありがたくて、いやおうなしにすごいテンション上がって、いやもう何もかも全肯定で僕は受け入れました。最高だなっていう。ピッコロさんとの対峙することが多かったので、そのピッコロさんとのやり取りっていうのは、そのガンマ2号のらしさも出るし、宮野自身の喜びも画面から感じられるというふうに、もう気合い入れて立ち向かったみたいなところがありますので、その戦いはやっぱり注目してほしいかなっていうふうに思いますね。次はこちらに注目。ドラゴンボールスーパーブロリーに続き、悟空とベジータももちろん登場。さらにブロリーの姿も。彼らは一体どんな活躍を見せてくれるのか。そして最後に注目してほしいポイントはこちら。ドクターヘドがまがまがしい雰囲気の球体を前に慌てている様子。これは一体何なのか。そして最悪が誕生という言葉の意味は果たして。原作者鳥山明渾身の大迫力バトルの幕が上がる。お前たち、俺たちの戦いを見逃すんじゃないぞ。ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー、6月11日公開。3週連続洋画祭り。4月30日は